クロール・ヤンセンは、オランダ・ゴイルレ出身の女性ロックミュージシャン、ボーカリスト、シンガー・ソングライター。主に、ロックグループのボーカルを担当し、2012年より、シンフォニックメタルバンド、ナイト・ウィッシュのリードシンガーを務めている。1997年から、オランダのゴシックメタルバンド、アフター・フォーエバーのリードシンガーとして活動する。2009年2月にアフター・フォーエバーは解散。 同年フロールは即座に行動を起こし、アフターフォーエバー人脈の協力も得て、プログレッシブメタルバンド、リバンプを結成した。翌年には、アルバムデビューし、ライブ活動を開始する。セカンドアルバムの制作に着手し始めた2012年秋、進行があるフィンランドのシンフォニックメタルバンド、ナイトウィッシュで、女性シンガーネットオルゾンの脱退劇が勃発し、代役として、フロールに、 白羽の矢が立つ。このビュークチャンスに依頼を受諾し、同バンドのライブツアーに帯同。リバンプの活動も兼任しつつ、翌年秋には公認として正式に加入した。2013年にはリバンプ名義のセカンドアルバム、ワイルドカードをリリース。そして、ナイトウィッシュでは、加入してから初めてのスタジオアルバム、エンドレスホームズ・モスト・ビューティフルを2015年にリリースし、 精力的なライブ活動を展開している。活動現役中の1999年、母国のロックアカデミーに入学し、ミュージカルやオペラの声楽などを学んだ。現在はボーカル講師の肩書きを持つ。また、ギターやピアノ、フルートなどの楽器も使いこなせる。世界で平均身長が高いとされるオランダ人女性の中でも190センチメートルに、 近い大柄な様子をしている。ワイルドな風貌とは裏腹に、基本系のソプラノボイスから、ファルセット、シャウト、オペラまで幅広いマルチプレイを見せる。既婚者であり、夫は、スウェーデン出身のロックドラマーハネス・ヴァンダールで、2017年に、史上を設けている。アフターフォーエバー名義、リバンプ名義、ナイトウィッシュ名義。ありがとうございます。